サーバント、セイバー、バーゲスト、召喚に応じ参りました。私にはこのようなことを言う資格はありませんが、ブリテンを見取ったあなたへの返礼として命尽きるまでこの剣を振るいましょう。血が燃える。血管に稲妻が走る。触覚が肥大化する。体がはち切れそうだ。いや、だが決して負けにはならない。私を倒した円卓の騎士に誓って、必ず。我が名は妖精騎士バーゲスト。ブリテンの呪いを超えるものだ。なんだ、あの偉大な人物は。隆起する山のごとき僧帽、煮えたぎるマグマのごとき筋肉、さぞ名のある妖精帽主に違いない。よだれが口からこぼれそうだ。はい、ロシアの皇帝。獣人に見えるだけで獣人ではない。いや、でもあれどう見てもマンモスですわよね。ガウェイン教だ。なんと涼やかな振る舞いか。そしてその中にあってなお隠しようもないみちみちの旅力。くっ、落ち着け。私はしてないぞ。私、スペックだけで恋に落ちるのはもう卒業したでしょ。悲しみの子トリスタン、知らぬこととはいえ、あの時は礼節に欠けた物言いをしたこと、謝らせてほしい。まあ、その後の戦いについて恥じることは何もないのだが、飛行の技は見事だったとだけ言っておこう。マシュキリエライト、君には大きな借りがある。このバーゲストの魔剣、必要な時があればいつでも言いなさい。万難を排して駆けつけましょう。